千葉県柏、船橋、千葉駅方面に行ってきて、転売用に仕入れた、古着の一部を紹介します。まずが、リーバイスのスタプレですね。の、タロンジップ。42タロンジップで、いつだったかな。まあまあ古かったと思います。あと、83年かな。と思います。517で、かなり状態が綺麗です。これが、千葉駅、近くのトレファクスタイルで、3000円ぐらいでした。まあ、うまくいけば1万ぐらいで売れるかなって感じだと思うんですけど、まあ、メルカリだと、まあ、良いとこ7000円ぐらいかなと思います。で、これが、柏郊外にあるスーパーセカンドストリート柏で、買いました。イングランドプレミアリーグマンチェスターユナイテッドのナイキのパーカーです。で、サイズが S で、真っ黒なんですね、これ。なんですごいシンプルで、これもまあいいかなと。これ確か1000円で買いました。まあ3、4000円で売れるかなと思います。で、これが、イオンモール幕張の、古着屋3ピースで、買ったフレンチラコステの90年代だったかなのタグです。これが4000円、4300円ぐらいだったかな。で、まあうまくいけば8000円ぐらいで売れるので、2、3000円乗せられるかなと思います。で、これがアディダスのマイラーですね。普通の復刻なんですけど、状態が良かったので、購入しました。ワンダーレックス、柏の、ちょっと南側にあるワンダーレックスで、1500円でした。まあ、これも、すぐ売れるもんではないと思いますが、まあ5、6000円、うまくいけば7000円ぐらいで売れるかなと思います。で、これが千葉駅の、ちょっと郊外にあるチャルカバザールっていう NPO がやってる古着屋さんで見つけました。モールスキンっぽい、ちゃんとアリーのジップを使っているフランス軍の、ま、F1 っぽい何かですね。ワーク系のジャケットです。これ3500円、ちょっと高かったんですけど、まあ、面白いし、まあ自分のサイズでもあるので、最悪自分で着ればいいかなと思って、まあとにかくレアっぽいっちゃレアっぽい。まあ多分どっかのブランド復刻だと思うんですけど、タグが切り取られてわからないのですが、これも面白いので買いました。まあうまくいけば9000円ぐらいで売れるかなと思います。あと柏駅のセカンドストリートで見つけたのが、イギリス軍のバックパックですね。俺これタグ見方は全然わかんないんですけど、なんかなん、なん、ナトーモデルとか、なんか何種類かあるらしいですね。4500円で買えたので、もう普通に新品とか、ワイパーとか古着屋で買うと1万超えてくる商品なので、7、8000円で売れればいいかなと思ってます。最後がオールドコーチですね。コーチは、この内側の、この番号、で、大体年代が確かわかるんですよ。で、まあ、ちょっと調べていつも出品してるんで、はっきりわかんないです。ここにあの番号が、3桁、4桁なので、まあ、90年代だったかなと思います。これはネットで調べると読み方が全部出てきます。これが、津田沼の、トレジャーファクトリーで、1500円でした。まあ、綺麗にすれば、もう5、6000円で売れるかなと思います。